ムンバイの CST 駅の近くにいるところなんですけどね。ですぐそこがバスターミナル、その横がこれになってるんですけど、ここのホテルシタールイン、ホテルシタールインのこの道を入っていこうと思ってます。なんかすごいね、インドの人々がいっぱいいます。インド、もちろんインドですからね。顔が黒いっていうか、このヒゲの生やし方ってやっぱ口、なんか、あ、なんだろう、口の上にこうヒゲ生やす人が多いんですよ。あごひげのあれが多いですけど、なんかね、カレーの匂いがすごいね、ちょっとここのカレーの匂いがするっていうか、すごいね、街全体がこのカレーのね、やっぱりその香辛料を使ったレストランが多いんで、ものすごいね、いっぱい来てますね。すごいね、こんな感じでいっぱいになるな。路上で売られてるゼロックス、クナールゼロックス、ゼロックス、富士ゼロックスのやつかな、印刷屋さんがある。こんな感じでフルーツ売られてるんですけど、灰がたがってますね。うまそうだね。靴下のことこの周辺なんかもバングラデシュ行った時なんかもそうなんですけどね、すごいです。しかしバングラに比べて力車とかね、やっぱ車の数が多いなっていうのは実感します。それだけインドもね、経済発展したのかなっていうね、感じはするんですけどね、まあこんな感じです。今からインド門かな、うちの方へ行こうと思ってます。すごいね、